2012年、神奈川県逗子市で卑劣な男による犯行が遂げられてしまいました。今回はその内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、小堤秀人が1973年11月6日に生まれました。小堤は東京都世田谷区に住んでいたようです。成人後、彼は都内に立つ私立女子校で社会科の非常勤講師をしていました。小堤は非常勤講師であるのにもかかわらず、バドミントン部の手伝いをすることがあったそうです。そのため生徒との交流時間も多く、学校では多くの人から慕われる人気者でした。2004年から小堤は自宅があった世田谷区のバドミントン教室に通い出します。そこで彼は後に事件の被害者となる女性柴田理恵さんと知り合いました。二人はすぐに意気投合し、互いに仲を深めていきます。そしてついには交際をスタートさせました。こうして恋人同士になった彼らは将来についても真剣に考えていたそうです。実際、一時期二人は結婚の約束もしていました。そのようにして良好だったはずの恋人関係ですが、交際開始から2年後の2006年に突如として終わりを迎えることになります。理恵さんが別れを切り出してきたのです。こうして二人の関係は白紙に戻されました。その後、理恵さんは別の男性と交際し始め、2008年には入籍を果たしています。これにより、彼女の名字は三好に変わりました。結婚後の理恵さんは夫と共に神奈川県の逗子市へと移り住んだようです。そこで彼女は幸せいっぱいの新婚生活を送っていました。そんな日常の記録を Facebook に投稿しています。この投稿を目にした知人の多くは理恵さんの結婚を祝っていましたが、ただ一人だけ、嫉妬と憎悪に震えている人物がいました。その正体は小堤です。彼は Facebook の投稿を通じて元婚約者の理恵さんが他の男性と結婚していたと知り、自分を振ったくせに一人だけ幸せになるのかと苛立っていました。この直後から、理恵さんに対する執拗なストーカー行為が始まったのです。2010年4月頃、理恵さんの携帯に一通のメールが届きます。その送り主は小堤で、内容は、お前だけ幸せになるのは許さないといったものでした。それからも同じような内容のメールが頻繁に送られてくるようになります。これに恐怖を覚えた理恵さんは最初のメールを受信した日から約8ヶ月後の2010年12月頃に神奈川県警逗子警察署を訪れ、元交際相手からの嫌がらせを受けているという相談をしました。これを受けた逗子署は家族を介して小堤への注意を促しています。その結果、小堤からのメールが送られてくることはなくなりました。どうやらこの時に小堤はうつ病を発症していたらしく、どこかに姿をくらましていたそうなのです。それから彼は山岳地帯に入り、そこで自殺未遂を起こしています。結局、そこでは死に切ることができずにヘリコプターで病院に搬送されることになりました。その後、小堤は精神病院に入院することが決まったようです。そんなことを知らない理恵さんはメールが送られてこなくなったことで安心しきっていました。しかし、小堤の中に生まれた嫉妬の感情はこれっぽっちも薄まっていなかったのです。そして再びストーカー行為を繰り返すようになりました。2011年4月、理恵さんの元にまたもや小堤からのメールが送られてきます。しかも、その内容は以前のような恨み事ではなく、明らかな脅迫だったのです。具体的には、刺し殺すなどといった言葉が並べられていました。さらに、メールが送られてくる間隔も異常なほど短くなっていきます。最初の脅迫メールから少し経った頃には似た内容のメールが1日に100通近くも送りつけられるのが当たり前になっていました。そこで理恵さんは再び逗子署に被害の相談をしています。メールの内容を確認した署員は小堤の行動が脅迫に当たると判断し、2011年6月に彼のことを逮捕しました。それから小堤は裁判にかけられます。そして3ヶ月後の2011年9月に懲役1年執行猶予3年の有罪判決が下されました。初犯ということで執行猶予がついたため、すぐ刑務所に入れられることはないまま釈放されます。そのため、もしもの場合に備えて理恵さんの家には防犯カメラが設置されました。それでも、これで小堤は執行猶予中の身になったため、下手な行動は取れないだろうと誰もが考えていたことでしょう。ですが、この逮捕に際して、警察は致命的なミスを犯していました。逮捕前の小堤が理恵さんについて知っていた情報は結婚前の名字、名前と SNS のアカウント、メールアドレスのみです。それゆえに彼がしていたストーカー行為はメールを送りつけるくらいのものでした。それなのにもかかわらず、神奈川県警は脅迫罪の逮捕状を執行する際に、
そこに記載されていた結婚後の名字と住所の一部を小包の目の前で読み上げてしまっていたのです。これにより、小包は理恵さんがどこら辺に住んでいるのかを知りました。このミスが引き金となって事件は最悪の方向に動き出してしまうのです。読み上げられた住所を記憶した小包は理恵さんの自宅を突き止めようと動き出します。彼が聞いた住所に足りないのは番地のみでした。この時点で小包が理恵さんの自宅を突き止めるのは時間の問題だったのでしょう。2012年3月からは嫌がらせのメールも大量に届くようになりました。小包はそれから数日の間に合計で1089通ものメールを理恵さんに送りつけています。しかし、これで小包のことを逮捕したり執行猶予を取り消したりすることはできませんでした。というのも、当時のストーカー規制法には電子メールに関する規定が存在しなかったのです。また、メールの内容に関しても脅迫的な内容ではなく、婚約破棄したのだから慰謝料を支払えなどといったものでした。これでは脅迫罪で引っ張ることもできません。釈放されてからの小包は警察に逮捕されないギリギリのラインをついていたのです。とはいえ、彼がそれを狙って行動していることは明白でした。そこで逗子署は理恵さんの自宅周辺をパトロールしたりするなどして周辺地域の警戒を強めています。そのような中で、小包からの嫌がらせメールが送られてくることはなくなりました。これにより、理恵さんはもう大丈夫だろうと考えるようになっていたそうです。しかし、実際にはその真逆でした。この期間に小包は理恵さんを手にかけようと決意していたのです。彼はヤフー知恵袋などを利用して犯行に必要な情報を集めていきます。具体的には次のような質問を投稿していました。お世話になった人探しをしています。大体の住所はわかるのですが、番地などがわかりません。会ってお礼をしたいのですが、いかんせん住所がわからないのでお礼ができません。何か住所を特定できる方法はないでしょうか。ちなみに相手の携帯電話の番号が変わってしまったため、携帯電話などで相手から住所を聞くことができません。このような場合、やっぱり探偵などに依頼するしかないのでしょうか。このようにして小包は質問の答えを悪用しない質問者を装っていました。また、彼は犯行後に自決することを考えていたらしく、こんな質問もしています。犯罪について質問です。例えば殺人事件を犯した犯人が逮捕される前に自殺してしまった場合、その後の事件の処理はどうなるのですか。自殺してしまったので起訴もできないでしょうから。ふっと疑問に思ったので質問してみました。この他にも、小包は携帯電話の発信情報などから個人情報を特定する方法や凶器に関する質問などをしています。その際、彼は複数のアカウントを使用することで危険人物としてマークされないようにしていました。小包がヤフー知恵袋に投稿した質問は400件にも上っていたそうです。このようにして彼は犯行の準備を着々と進めていきました。一方の理恵さんはメールが届かなくなったことで安心し、警察から借りていた防犯カメラを返却しています。そんな中、小包はヤフー知恵袋で質問していた通り、更新所に理恵さんの自宅を突き止めてほしいと依頼していました。依頼を受けた更新所は調査を下請けの探偵に任せています。この探偵は法に触れる方法で理恵さんの住所を突き止めました。探偵は11月5日に理恵さんの夫のふりをして逗子市役所納税課に電話をかけています。そして、家内の税金の支払いの請求が来ているが、住所が間違っていないかなどと話して堂々と理恵さんの住所を聞き出したのです。本来、住所は理恵さんからの依頼によって情報制限がかけられていたはずなのですが、総務部納税課の職員のパソコンからアクセスすると警告表示があるだけで閲覧自体はできる状態になっていました。そこで応対した職員が情報制限を守らずに理恵さんの個人情報を流出させてしまったのです。こうして小包は理恵さん宅の住所を手に入れました。彼はその翌日に犯行へと動き出します。11月6日、段ボールを持った小包が理恵さん宅を訪れました。おそらくは宅配業者を装うことが目的だったのだと思われます。ただ、家に着くと1階の窓が開きっぱなしになっていることに気がつきました。そこで計画を変更することにしたのでしょう。小包はその窓から室内に侵入します。その際、彼は刃物を手にしていました。それから宅内を歩き回り、一人でイタリエさんに襲いかかったのです。彼女の死亡推定時刻は14時頃でした。犯行を終えた小包は2階の出窓に紐を縛り付け、自らの首を吊っています。このようにして彼は自決を遂げたのです。それから約1時間後の午後3時10分頃、
通行人が宙に浮いた小包を発見します。この通行人からの通報により、事件の存在が明らかになりました。しかし、犯人である小包もすでに死んでいるため、詳しい調査をすることはできません。結局本件は犯行から約2ヶ月後の12月28日に容疑者死亡として不起訴処分になりました。その後、違法に個人情報を入手した探偵が偽計業務妨害容疑で逮捕され、2015年1月20日に懲役2年6ヶ月執行猶予5年の判決が下されています。一人残された理恵さんの夫は2016年10月25日に情報制限がかけられていた住所を探偵に教えた逗子市を相手取って1000万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。横浜地裁は1年3ヶ月後の2018年1月15日に逗子市側の過失を認めて110万円の支払いを命じる判決を言い渡しています。また、本事件から得た教訓をもとにしてストーカー規制法の改正が行われました。いかがでしたでしょうか。元交際相手の男が嫉妬に狂って起こした事件。ストーカー事件における様々な問題点が浮き彫りになった一件としても知られています。それではご視聴ありがとうございました。